国鉄 C57 型蒸気機関車国鉄 C57 型蒸気機関車1 8十号機 C57180 は東日本旅客鉄道が胴体保存する蒸気機関車で日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した C57 型蒸気機関車の一両である SL 万越物語号の C57180 ア津若松駅に到着した SL 万越物語の C57180。2010年11月21日1969年9月4日の廃車後、新津市立新津第一小学校の校庭に保存されていたが、1999年に JR 東日本によって復元され、万越再選で SL 万越物語号として運転されている。 現時点の復活した蒸気機関車牽引列車の中では最長距離を走行する。また、2012年までは月に1回程度、SL バンダイアイズロゴを SL 郡山アイズロゴとして、アイズ若松郡山間を2日で1往復運行していた。1946年に三菱重工業三原製作所にて製造。新生時には新潟機関区に配置され、 1963年に新津機関区に移り、1969年11月8日に廃車となった。製造から一貫して新潟県内の機関区に配置され、北は上越本線秋田、南は新越本線、直越、東は万越西線、藍津若松までを行動範囲としていた。新潟機関区に 新請配置直後は戦後混乱期の工作不良がたたってトラブルが続出していたが1958年のボイラー乾燥後は安定した性能を発揮し急行日本海や佐渡などの長距離優等列車権引に徴用された。なお、新津機関区所属時代の当機は1972年まで同区に所属し同年に 梅工事蒸気機関車間で現役のまま、胴体保存され、現在山口線で保存運転を行っている C57-1 と晩年には1988年に JR 東日本によって復元された D51-498 と共に所属していたことがある。1969年に無縁化の促進によって、上越本線での運用が大幅に削減され、 万越再線の旅客列車からの運用撤退によって、新津機関区の C57 型は大幅に減ることになった。全般検査後1年だった同期は、転属候補とされていたが、鉄道の町、新津に、無式を1両だけでも残したいとの声が、新津機関区で上がり、それに、新津市も賛同、保存機として同期が選ばれることとなった。 二月間区生抜きの滝を差し置いて同期が選ばれた理由は番号の語呂が良く D51180 や C51180 も同区に長年在籍しており180という数字に周囲の特別な思い入れがあったことや癖や故障が比較的少ないためである同年9月30日に万越再選での無識権威による 最終定期旅客列車を密室国ニーツ館で牽引後、10月12日に、ニーツ市立ニーツ第一小学校の校庭の万越再線側に生態保存された。保存に際し、ニーツ駅の引上げ線を延長した仮設線路を校庭に付設し、保存場所まで自力で走行。市民や児童らの艦隊を受け、同期自らによるクスダ回りや、真珠の後、 石別の長官機跡を何度も推明した。現役期間中の最終早走行距離は169万 1096.3km であった。この保存の様子は新潟市新津鉄道資料館に展示されている。また、同館には C57-1 に関する資料も展示されており、1961年の 上越本線列車衝突事故の模様や1972年のおし列車検印時の装飾品など貴重な展示品もある。生態保存から2年後には屋根が架けられ、ニーツ機関区職員や OB、ニーツ市民らによるニーツ市場機関車保存協力会や第一、小学校児童の手により年に数回の頻度で手厚く整備清掃を受け保存されていた。 2007年4月に全般検査を終えたことを示す表記と ATS-PS 型搭載の表記。2007年4月15日 ATS-PS 型搭載に伴い装備された速度検出装置。2007年4月15日2020年より統合型保安装置を搭載。ATS-P が追設され、 表示器も統合分離型に更新。2020年6月30日 ATS、P 投入により電力増強が必要となり、タービン発電機も更新。2020年6月30日1990年4月、高崎支社の D51-498 により、SL オイの新潟号が運転された。 その後、1996年から1998年までの3年間、万越再選、ニ津ツ津川間にて、同期や C58-363 を使用した、SLH5 アガノ号が運転された。これを機に、ニ津ツ市では C、C57-180 を、胴体復元しようという機運が高まることとなり、1997年、ニ津ツ市において、 C57180 を走らせる会が結成された。復元に必要と見込まれた費用である2億円の半分を市民らがオレンジカードを購入するなどして負担することとした。復元作業は翌1998年3月に開始、JR 東日本大宮工場や大阪府のサッパボイラでの作業も1年後に完了。 1999年3月に30年ぶりに車席が復活した。保存状態は良かった。復元形態は運転終了時の状態をベースに、前消灯は、前後とも大型で高量の大きな LP403 型、運転台屋根は、東北、新越地区に多く見られた延長型、砂箱前方には、 大型手すりと生体保存時の部品の整備や交換がなされた。ランボードには2月間区電灯の白線が入れられている。新たに搭載された重油タンクや列車無線アンテナは髪型から見ない限りわからないように配慮されている。また、全車軸には温度センサーが取り付けられ、運転中は客車乗務員室から管理を行っている。淡水車には 第一小学校の児童から送られた記念のプレートが掲げられている。運転開始後もわずかながら携帯は検査の度に変化し、2003年1月から3月にかけて実施された中間検査 B では煙突食体の撤去、飛行式側ランボード上に搭載されていた釜水清浄装置の撤去、先はの一体発煙型車輪への交換などが施行されている。 2006年10月22日で定期運転を一時的に終了し、2006年11月から2007年4月にかけて復活後初めての全般検査が大宮総合車両センターで実施された。復活運転からの累計走行キロ数は1 7 8 9 4 9トルに達した。 大きな形態の変化はないが、ATS-SN 型に代わって、ATS-PS 型を搭載した関係で、淡水大箱台車に速度検出装置を装備している。2011年の中間検査 B においても変更があり、津川駅などでの生誕作業の効率改善を図る目的で、淡水車の非公式側にもはしごを追加を施行した。運転台窓の旋回窓の枠が、 この検査の直前に復活出場した C61-20 と同様、太枠の汎用型、線巡る窓に振り替えられている。また、運転室内の速度計も、戦術の ATSPS 型の速度検知に正式対応させるべく、これも C61-20 同様に、機械式速度計から、電気式速度計へと乗せ替えられている。なお、交換で不要となった。 機械式速度計は2013年の運転から万越物語の客車で新しく誕生したグリーン車の展望室内のショーケースにて他の交換部品とともに展示されている。2013年の早春には淡水車の改良工事が行われ軸熱温度管理センサーのジャンパ線受けの取り付け位置がそれまでのナンバープレートマしたから D51-498 などと同様の位置に改造され、これにより専用客車以外からの軸熱管理ジャンパ接続を可能とし、ナンバープレートマカブのジャンパ線受け台座が撤去された。同時に給水管を左右両対応に改造している。また、2016年夏頃より、新越本線の新潟長岡間にて、 デジタル無線へのシステムに切り替え、使用開始されたのに伴い、同年夏頃に、それまでの C タイプ無線装置から、デジタル無線装置へ取り替えられている。これらの改造がたびたび行われてきていた、陶器であるが、D51-498 や C61-20 と、違い、SL 版越物語の専用機関車という立場から、関東地区を走行する際に必要とされる。 ATSP 型の導入が行われず、関東地区での陶機が先頭に立っての本線自走運転は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令に違反する恐れがあるため、不可能の状態にあった。そのため、多量の電力供給を必要としないため、タービン発電機および ATS 発電機は、現役時代からのものを流用しており、東日本所有機では、 唯一の持ち味を見せていた。ところが、高架化される、新潟駅構内やイベント運行で走行する、上越本線の村上厚見温泉での、拠点式 ATSP 型の整備計画が出ると、冬季での運行が不可能になる恐れがあることが、判明する。そのため、2020年に冬季にも、ようやく ATSP 型が導入された。この際、保安装置は、 統合型保安装置と呼ばれるものを搭載することとなり、ATSP 型と ATSPS 型両方の装置が融合したものを搭載した。これにより、淡水車後部に同装置用の電源機器が追加され、現役時代からのタービン発電機と ATS、発電機も共に大型の新製品に交換された。晩秋から早春にかけてスノープラウが装備されるが、 これは復元後に申請されたものである。基本的には12月のクリスマス運転での装着が主流だが、運転時期や降雪の可能性、装着及び取り外しによる作業性などによっては装着期間が長引く場合もある。しかし2011年9月、モンテツデフを装備して走行する際に起きる空気抵抗の変化による 勾配区間上での空転多発の恐れがあることから、この時には、モンテツデフ装着と同時に、夏季としては復活後初めて、スノープラウをウェイト代わりとして装着することになり、このため2011年度のモンテツデフ装着時の、スタイルは2008年クリスマス運転時と同じ、姿での登場となっている。スノープラウは、以後2012年6月10日まで継続して装着し、 こちらも、その時期までにスノープラウ装着を継続したのも、復活5発の出来事となった。さらに2013年3月には、積雪機にもかかわらずスノープラウを取り外した状態で、運転されるなど、ここ数年は慣例によらない装備パターンを見せている。そして2020年からは、新たに導入された、保安装置に対応するため、JR 東日本の滝と同様に、 スノープラウの装備常設化となり、夏季においても常にスノープラウを装着した状態が維持、されていくことになった。当期の汽笛の音調は復活してからほとんど変更されておらず、特に汽笛後部側の音色は、貴婦人らしさを強調するため高音域に設定されていた。しかし、復活から15年を迎える2014年に、客車のリニューアルを呼び、 SL 村上ひな街道号での旧型客車検引を、機に、レトロ調を意識して、音域を低くし、音自体も、前後共通とされた。2015年の全般検査出場以降は、その音響を柔軟にし、C58-239 などと似た音色に、調整された。なお、これらは、機敵の気頭本体の向きを変えて調整しているだけで、あり、 本体の交換はなされてはいない。現役時代、故障の少なかった同期であったが、2003年11月、頃より次第に不具合が目立ち始めた。定期運転を終えた12月の検査で、一部のキセルに亀裂が入っていたことが判明し、やむを得ずこの年の SLXIMWAZ トレイン2003年号の、検員は D51-498 で代行された。 キセルに亀裂が発生したのは、重油平年装置のバーナー取り付け位置の不具合が原因で、2004年の定期運転開始後は、同装置の使用を控えることや、汽笛睡眠を必要最低限かつ睡眠力を弱めるなど、予防策を取られた。同年の定期運転終了後の検査で異常が確認されなかったことにより、s l x i m w a トレイン2 0 0 4年号には、 同期が充当され、同時に、同装置の使用や、機的水明における制限が解除された。定期運転中、同期の不具合で運休となったのは、単羽接損による、逆転機作動不能による、上り列車の運転取り止めがある。2005年の定期運転最終運転日の前日にも、同輪軸受けの異常発熱により、同じく上り列車の運転取り止めがあった。 これらの運転中の不具合は、合津若松運輸区で修繕後に、夜間、短期で、新津駅へ改装されている。その後も微細な故障は見受けられたが、営業運行に支障を及ぼす事態は少なかったが、2013年に、入って、営業運行に、支障の出る故障が頻発することになる。そのうちの前半期は、蒸気漏れによるものだが、 10月13日の SL 番越物語袋け人中からシリンダーの不具合による排気不良が発生。同日夜に緊急点検を行ったが異常なしと判断され、翌10月14日に運転を続行したものの、新潟駅出発時より異常な排気音が確認され、その後も野沢駅などで臨時点検を実施、藍津若松駅には20分遅れでの到着だった。 合津はかまつ運輸区での点検で、ようやく原因が判明し、当機はその場で火を落とされて、運転を打ち切った。同列車は、同日袋より、デジュー型による、臨時快速に切り替え、その後10月いっぱいは、DL 県引の臨時快速列車として、運行されている。この年の当機の故障による度重なる SL から、DL への県引機変更は復活後初めての、 出来事であり、後の陶器の存続や、故障時の牽引機のあり方などが話題となった。翌2014年も不具合が度重なり、DL 牽引の臨時快速列車が運行される日が、引き続き発生した。2014年10月より、復活後2回目となる、全般検査施行のため、SL 番越物語は、同9月28日で2014年度の、 定期運行を終了した。3日後、い月から大宮総合車両センターへ改装され、全般検査を施行。上記の通り、2013年度より、多数の故障や不具合により運行に難が生じて、来ている当機の整備状態が非常に悪化していたため、予定以上に大幅な修繕整備を行う必要が発生し、2015年度の運転開始は、 下器の7月18日からとなった。蒸気で発生していた重要部品の不具合はほぼ改善されたが、引き換えに周辺機器の不具合による運休や運転打ち切りが数日程度発生した。その後、2018年7月には、淡水車の一部車輪の車軸とめぐに脱落の危険性を伴う不具合が発生した。 この不具合に至った経緯が特定できなかったため、やむを得ず安全のため淡水車の全車輪を一体圧縁型車輪に新規交換した。その新規交換と同年秋から予定されていた中間検査 B 試行の時期を勘案し、同年の運行は不具合発覚直前の7月8日を最後に終了宣言が下された。その後は、 臨時快速列車を経て、同8月18日より、デジュー経験員による DL 万越物語等が、翌年2019年7月15日まで確実で運行されるに至った。そして、1年余りの空白を経て2019年7月27日、運行開始20周年の記念イベントとともに、運用を復帰した。モンデーフを装備した C57180。 2007年10月20日モンデフに波とカモメが描かれた C57180。2008年11月9日上述の通り細かい形態の変化は見られたものの現役時代末期とほとんど変わらない姿で走り続けてきた陶器であったが JR 発足20周年を記念した鉄道の日イベントの一環として 2007年10月13日から28日の期間限定でデフレクターを通常型から文字鉄道管理局内で多く見られたモンテツデフに交換して運転された。同じ3字型の C57-175 が末期までモンテツデフを装備して運用されており、同期と同じ携帯の K7 型デフレクターを申請、装備したため、当期のモンテツデフ装備の姿は、 その c 五十七百七十五を彷彿させる姿となった。また、蒸気ドーム前方の大型手すりもモンテツデフ装備と合わせて吸収用の小型手すりに交換されている。その後も複数回にわたりモンテツデフの装着が行われている。変遷は以下の通りである。d 五十一のダイソーで SLR 先取り号として千葉を走った c 五十七百八十。 2009年2月15日、SL 万越物語を筆頭に、JR 東日本新潟支社館内にて、様々な臨時列車の牽引機として運行されている。客車を含めた編成は、すべて SL 万越物語と同じスタイルでの運転となっているが、オリジナルヘッドマークを取り付けての運転がほとんどである。支社館内以外での出張は、以下の通り、 試車館内以外での貸し出し運転では、旧型客車検員や D51-498、C61-20 などとの重連運転などに、充当されている。特に同一イベントでの D51-498 との併用例が多く、2000年7月には、藍津若松駅の配線を生かした、同時発車、併走、翌月には、 津川駅において、両機牽員による列車の交換を行っている。藍津若松駅での同時発車、並走は、毎年恒例のイベントとして、年1.2回程度実施されていたが、2007年以降は、このイベントは行われていないが、2011年7月に、同様の配線構造を持つ高崎駅で、D51-498 や C61-20 との同時発車、 並走が行われている。また、2009年2月には、本来、D51-498 によって、運転予定であった、SL 春先取り号であったが、D51-498 が2008年12月の、SL 湯煙号運転を前にした日入れの際、冠水不足で、過失を、要損して、走行不能となったため、同期による、代走運転となり、 多くの C57 型が活躍していた千葉県内で37年ぶりに同系の走行を見ることができた。なお、新津駅2.4番線の列車接近警報や FM ニーの受報、品川駅限定の東海道本線用、発車メロディーには同期の汽笛が使用されている。また、三津村図書出版館の中学2年生、国語教科書には、 同期の保存から胴体復元までを取材したノンフィクション物語が走るが掲載されている。ありがとうございます。